ヘアスタイルは近年非常に多様化しております。新商品では自分らしさを実現するドライヤーを目指しました。人それぞれ髪の悩みが違うっていうことは皆さんご存知かと思うんですけれども、ある一人の方でも髪の状態悩みっていうところは刻々と変化しているので、その時に合ったパーソナルメニューを作ろうというふうに思いました。私たちプロはその時々のお客様の髪質に合わせてドライヤーの熱だとか風の風量だとか、そういうものをバランスを取りながら適度な状態に持っていく、これがそのドライヤーの4つのメニューの切り替えだけで、まあ、ご自身で実際にできるっていうところまで持ってきたっていうのは本当に画期的、一つ上のステージにまあ上がった証拠なのかな。今後理美容事業といったところは市場としても大きく伸びるものと見込んでおります。特に今年2024年といったところは、ナノケアが誕生してちょうど20年目の年になります。ドライヤーナノケアの事業戦略を特に強化したいというふうに考えております。我々としては2027年アジアナンバーワンといったところを目指してまいりたいと思っております。